Psycho! No!
Yeah! Dive in!
Round 3, fight!
Japan. Round one, fight! Fight! Hold on, pain! Hold on, fire! Hold on, pain!
fight! Thank you.
エントリー受け付けてます。四季の細道、本日、2018年8月3日第86回ですね、四季の細道ということで、エントリー今受け付けておりまして、今のところ9名予定しております。9名参加費100円となっておりますので、気軽にご参加ください。でですね、来週は10日ですね、8月の10日、金曜日、はい、はい、なんと、ここ、埼玉県新座市、家戸那式、こちらで、そう、式、新座なのに、式、ここ、デイトナ式でですね、スーパーストリートファイター2、3-4 の XS と、ベストグッドベターベストの最上級の XS との大会がですね、の前夜祭ですね、申し訳ないです、大会の前夜祭がここデイトナ式でなんと行われることになっております。ちょっとね、大きいイベントなんで皆さん来ていただけるとありがたいです。で、翌日11日の8月11日の土曜日ですね、本戦は秋葉原の e スポーツスクエアで、開催されます。当日参加枠もあったかと思うんで、もうエントリーは残念ながら締め切っちゃってるんですけど、興味のある方は見てみてください。ぜひご参加ください。あれですね、 XS との名にふさわしい、最上級のですね、プレイヤーの方々もたくさんおられますので、ぜひぜひ興味のある方はご参加くださいというところですね。はい、というわけで、まだまだちょっと四季の細道は、はい、そうですね、その XS と本戦なんですけど、ですね、お笑い芸人の一つモノマネですよね、とかされてる芸人のモーションですね、が、参加をエントリーしております。伊藤さん、伊藤さん、伊藤さんも申し訳ない、
存じ上げないチーム組んで参加されるぜひぜひ興味のある方、多分ブレスとかも結構入るんじゃないかなと思うんですけど、分かんないですけどね、はい、非常にいい場所ですんで、ぜひぜひ興味のある方ご参加ください。はい、まだちょっと私存じ上げておりませんでした。皆さん、データなしきここ、行われる予定ということは伺っているんですが、それ以外の情報はちょっとまだ、あれですね、関係者外費というブラックボックスに包まれておりまして、私関係者ではないのでよく分かっておりません、はい、ただ自分ちょっと気づいたところによると仕事だと、その時間帯がバッチリ仕事だということを今気づきまして、参加も危ぶまれましたということなんで、ちょっとそれは分かる方、上の方からまた後々喋ると思いますので、ここは、ウェブ、続きはウェブでみたいなチェックしていただければと思います。
Round 3, fight! 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 Fight!
Thank you.
はい、すいません、お待たせいたしました。四季の細道ですね。はい、組み合わせが決まりまして、ちょっと喋っちゃったんですけど、もう一度じゃあいきますね。2018年の8月3日第86回四季の細道ですね。組み合わせ決まりました。でこれから始めたいと思いますと。で、第1試合は第1試合は何でしょう。セロテープカワシム、カワシムセロテープ。まあどっちから言っても同じなんですけど、カワシムさんが DJ、セロテープさんがザンギフ。なるほど。はい、第1試合開幕。エアスラ。ナイスが入る。出して持ってった。さあちょっと離れたか。ダブラリにかからない。おっ、吸っていく。スカッシュから吸っていく。マイクは見落とさなかった。ジャック、最後は揉まれる。これあれですね、揉まれるとダメな、よく違うやつがありますよね、確かね。溶かしていく。ローリング。しかし DJ もかなりな攻撃力なので、機動力と攻撃力なので、画面端にあっという間に追いやられてしまう。なんとかダブラリで回復打って、
行くしかない。スキルの周り前に持ち込みたいところ、しかし最後は投げ、はい、3ラウンド目、開幕、そうですね、マーティ相手に開幕、ラスラー、これ、お次何なんですか、お次っていうか、ないですよね、多分。完全行動なのかどうかわからないが、飛び込みからのスクリュー、おっと、死んだ、セロテープ勝利、続きまして、エクスパーさんですかね、エクスパーさん、お願いします。はい、HP がエクスパーさんは龍、はい、龍ですね、はい、飛ばしていく、竜巻から投げ、ダメはじ、ここは取り囲いしたいところ、しかしスタイル的に龍の方から下がっていくスタイル、そしてまた竜巻、数字を早めに使っていく、からおっ、吸わなかった、ノーマルのパリドライバーだった、上からこれはガードしたら死ぬやつですね、素晴らしいスクリュー、さあ、アイナウ台紙が刺さった、スパさん、あれですね、正直言ってゲージ完璧なのかもしれません、真空が入ってしまう、外野手に真空が突き刺さった、お、最後はロベルーピアならぬジャンプ大バンタイク、バンタイクで落としてくる、3ラウンド目、また竜巻、波動が重なっていない、またしも竜巻、割っていく、今スクリューに来た感じがしたが、上からダブラリ呼んでいた、ピヨタスクリューが決まって減った、セロテープ2連勝、はい、続いて中島さんですね、中島さん、キャラ名は、はい、これはちょっと残酷な結果なのか、やはり選んだな、ホンダ、セロテープさん大好物と場内湧いておりますが、本当ですか、大好物のホンダ、いった、あるのか、やばいのか、さあ終盤に差し掛かってきたが、冷静、一回で起こされた、これは冷静、さああるのか、あるのか、セオテープ、冷静な動き、中島本田冷静、大体を見せてる、最後は100巻中島本田勝利、続いてロードさんですね、ラウンド1、はい、さあロードさんが選ぶのは何、ジャンダーサガットだ、おっと、はい、青パン、エッサガット、これはホンダ、何でしたっけ、ホンダサガットはやってる者勝ちみたいなことを大人なんかが言ってましたが、やってる者勝ち、よくわかんないですけど、あれですね、お
うなるかってことですが、今のところ冷静な中島本田をしているように見える鈴木。下タイガーに鈴木を、あ、鈴木ではなく飛び合わせている。これは可能であれば落としたいところ。やっぱりね、飛んでるからには落とせるはずなんで、ここは頑張って見ていただきたい。タイガー打ってしまった。しっかり落とす。対空が引いている。さあ、タイガーをどうする。おー、イムソー、タイガーをイムソー。お、続いて、中島本田翔、続いて中島本田翔で、続いて、ラウンド1ファイト。はい、続いて丹波珠子さん。丹波珠子さん、なんかあれですね、似たような方も聞いたことあります。丹波珠子さん、使うわ使うわ、バイソン。はい、素晴らしい金色のかっこいいカラーですね。さあ、本田バイソン。しかしここは冷静な対応を見せる中島本田。しっかりガードしている。ガードが硬いが隠れて止まる。ラウンド2ファイト。しかしやはりバイソン怒涛の攻めを見せる。恐ろしいですね。クラウドあっという間死にますからね。しっかりガードしないとダメですよね。おっと、上からクレイジー。しかし今アッパーが連発してたということは、あっと、ね、今のは短波溜めてたのか、キックで短波溜めてたのか、もろバレになっちゃいましたね。はい、続いて、中島本田勝利で、ハクさん。ハクさん、あれ、ハクさんいつの間にか来てました。はい、ハクさん選ぶはキャミていく。しかし攻撃力の差がだいぶある。中足を差し込んでいくが近づけない。キャノンスパイク、うまい。しかし、いい動きは見せているが、キャミー動きがちょっといい分もったいない気がする。スパラララが刺さる。後ろからキャノンスパイク、いいですね。動きはいいんですけど、あーっと、やっぱり本田攻撃力がある。中島本田勝利で、続いてお茶丸さん。お茶丸さん選ぶのはバルログ。そうですね、来週ドビー XS と、本戦ありますんで、皆さんちょっとだいぶ仕上げたい人は、頑張ってるんじゃないかと思いますが、はい、画面上はいつもの通りというか、よくある形の勝負を打ってる感じですが、あまりいかないですね。まあ、スキルがあるので、そう簡単に行きづらい。おっと、鬼武装、お、突き抜けた。危ない。アイサレボディバルログ。今のが入る、3段が入らない。そうなんですよね。たまに変な時あるんですよね。コンボが、繋がらない時は。
ていく。ちょっとためキャラには嫌な行動ですよね。入れ替えられるともうわけがわからない。捕まらないように飛んでいく。おっと、モーニングショーも止まる。逃れた。おっと、三角から後ろをつなげ、予想外お茶丸バルログ勝利。あ、はい、ラウンド1ファイはい、続いてトモザさんですね。バイソン、バイソンバフログの頂上対決と言っても過言ではない。ちょっとね、僕も適当言ってる時ありますので、誰か突っ込む時は突っ込んでくださいね、ちゃんと。ずうずうしく歩き投げに行ったように見えていたが、クラッシャッパー、目が取れた。どうする、拾いに行かない。これはしめしめとばかりに攻めまくる。これもうどっちが有利とか踏んでもよくわからないですね。もうね、どっちも有利みたいな、ね、そんな感じですよね。バイソンなのかなって気もしなくもないですけど、そうですか、やってるもん勝ちじゃなく調子に乗った方が強いと、そういうことらしいですね。はい、トンモーザーバイソン勝利で、続いてモツさん、おもモツブランカ、モツさんブランカ、天敵バイソンですね、これ。下がられるとブランカーとしては厳しい。離れてからのグラウンド、ブランカーはなるべく距離を縮めたいですからね。ブランカーはあれですね、ザンギとかフォークとかと同じ感じですね、よく考えてみると。とりあえず投げたい、とりあえず投げたい、この感じですね。そうですね、とりあえず投げ前に持っていきたい。そうしないことには武器がもうないんで、何せこう、まあ通常でも強いんですけど、ダメージが少し高くない。おターンパー後ろ向いたところにローリング、やりますね。今の見てたのかどっかが分かんないんですけど、結果オーライな感じ。メタルゴチゴチいくよ。おっとバックステップを投げる、引っかかってしまったクレイジーに。トモザバイソン勝利。続いてアテゴンさんですね。はい、破天荒さん、龍。さあ、最近著しいという噂されている破天荒龍ですが、無駄にバイソンがっていうところもありましたね。投げる。
していく。前にいたクレイジーやってしまった。あの演技団子友澤バイソン勝利。さあほぼ山本さんが試合なので、マイクセロテープに変わりました。ワンピー側連勝中の友澤バイソンに何でしょう、オレンジ色のほぼ山本準備ライパン巡り、下手すると出ないのが何か9秒だったね。さあ強い大嫌いなチュンリーもバイソンならこの見ての通り、動かして空投げ、今の空投げの強かったな。空投げ打って戦列の後ろから大パンチ。はい、友澤バイソン勝利です。カワシムザンギ、なるほど、そうですね、ダルシム使いが、まあ、川島さんの機会ないです。川島さんが使ってないのでダルシムステージ固定となりますね。レバーがダメ、レバーがダメ、レバーがダメ、チェックしますよ。ちょっと待って、はい、とりあえずですね、今ちょっ と、マシントラブルありましたんで、ちょっとレバーチェック入りますと。レバーチェック入ります。一旦ちょっと試合止めます。レバーチェック入ります。勝利、続いてセロテープさん、あ、じゃあごめんなさい、エクスパーさん、はい、エクスパーさん、はい、エクス
須田さんは龍ですね。はい、さあ、ダルシムスステージを続けていく。竜巻をきっちり見てから後ろから落とす。あった、そうですね、竜はすぐ画面端持って帰っちゃいますからね、バイちゃん。おっと、竜巻ヒット。クレイジー、しっかり入っている。ヘッドで抜ける。続いてセロテープさんですね。トモザバイソン勝利でセロテープさん。かぶせ、かぶせ、なるほど、かぶせ申告ですね。かぶせ申告。さあ、セロテープさんの、残機、はい、タイミング出しようか。グランド、お、ライオシが刺さる。グランドが速い。お、ダブルに刺さる。上から、なぜ前に歩った、なぜ前に歩った。取り返されてしまう。ピヨッタ、ピヨッタ、お、ヘッドも一発、ヘッド一発で死んでしまった。またピヨっている。ちょっと目を離した隙にすぐピヨっている。さあ、ダブルライン上から、あーっと、クレイジーが入っている。残念、セロテープ敗北。トモザバイソン勝利、完全敗北。はい、すいません、負けました。はい、続いてローズさんですね。失礼しました、敗北はちょっとダメだ、今クレームが入りましたので。じゃあちょっと、いい言い回しをちょっと考えましょう。はい、ローズさん、ミスターが、ミスターが、画面は厳しい、入れ替わる。ここは打ちたいところ、ミスターがなので打ちたいところ、打っていきたい。しかしプレイヤーもあるので、あまり調子に乗ったらダメなの。打ってしまった、打ってしまったところ、いいと思います。これはあれですね、今日で速いやつを打つべきな感じはしたんですが、危ない、今投げちゃった。後ろからタイガーショット、ゲージはないが結構な体力差。あ、潰された。せっかくのチャンスを潰された。何をやっているのかわからないが、トモザバイソン勝利で、続いて、タンパタメコさんですね。あ、すいません、クレジ、あ、クレジット入ってます、クレジット入ってます。タナコさんは2キャラ目もバイソン、バイソン勝負。これは五分なところ、五分ですからね、この勝負。展開が早くて全然勝
ない。お、フルーリングガードしている。上から下から。忖度が見えた気がするわ。はい、本当に返した。ダッシュ、お互いバージョン同士うっかりしてるとあるかもしれない。うっかりがあるとまずい。わーわー言っている。ここでまたしてもこれはレイジーを出したが、おっ、かなり忖度している。タンパタメコさん勝利。続いてハクさん、初勝利ですね。続いてハクさんはキャミ、わからない。前で行く。お、こじこじ行った。あまり前が広い。さあ、問題はハクさんのキャノンが来た。ダッシュ系もされるんだ。あと見てる。ピンドライブ。ダム下段じゃないですよね。誰かが言ってましたね、上か下かの振り分けは技出す方の技の決めじゃなくて食らう方の判定だったんですね。そうですね、言ってましたね。覚えてますよ僕。はい、続いて中島さんのガユガイルキャミ、同じような職業の2人だが結構な性能差があるのでは。スパイラルアロー、ダブル KO。 素晴らしい今の海は。スピードライブだったら一方勝ちしてますよね、多分ね。ガードされてますけど。フリガン、たくさんらしい動きになってきた。キャノンまで行く。そうですね、後ろに出るから脱出ですね。おっと、わからん。苦しいなやつですね、今。完全に、振り気味で入っていった。めくられてしまう。しかし、
ですね、ガイルブランカ珍しくブランカにしてはちょっと有利なカードなんですよ。ちょっとだけ、はい、勝利。
ド以外していない感じですね。ソニック中島ガエル勝利でかっこいいですねガエルね。はい、続いてそのためあれ皆さんベガいつもと色が違いますね。はい、色固定じゃないんですよね友野さん。
めとしてしまうそういうやつはいないそれを言われて飛ぶやつはいないが7 なるほどってことは中島本田の4勝が消えて中島本田の7で友田バイソンそうですよねはい決まりましたじゃんけんで選べますごめんなさい 2P 友田さんのバイソンが 2P 中島さんのバイルが画面止まるまでお待ちください。はい。なんで後ろ下がった。こんな楽しみやる気がない。ここで一旦止まりましたので、はい、じゃあクレジットあると思うんで始めてください。決勝戦第86回式の細道決勝戦。はい、右側、中島ガイル、右側、モーターバイソン。はい、高めです。ダッシュアップ、ソニック早い。走りできなかった。音がいい。ではなくなる。
さあ1本取り直した。あ、1ラウンド取り返した。さあ3本取っていく。上げ、1本取り直した。エンジンがかかってきたか。カズマガエル3本目、しゃがみ合った。
やっぱトモザバイソン勝利おめでとうございます。すいません、一言だけお願いします。おめでとうございます、負けるかと思います。いや、すごい接戦でしたね。ありがとうございます。ありました、ありがとうございます。おめでとうございます。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで第、68回四季の細道ですね。あ、ごめんなさい、86回ですね、逆でした。86回四季の細道、優勝はトモザバイソンということで、皆さんご視聴ありがとうございました。来週ですね、8月の10日、金曜日はですね、ここ四季の細道が多分行われないと思われます。代わりに、エクサあれエクスエストだ、ごめんなさい、最上級のエクスエストですね、最上級のプレイヤーたちがご来場されると思いますので、前夜祭あります。ここ埼玉県は新座市のデートナ式で実施されると思います。そうですね、ちょっと具体的な数はあえて言わないようにしますが、今日よりは多い。あ、なるほど、 OK、 X 稼働させるつもりでという話を伺っております。で、詳しくはまた運営の方から正式な回答があると思いますので、告知があると思いますので、その際チェックしてみてください。Twitter の公式ウェブとかやると思います。はい、何か喋りたい方いますか？特にない、特にない、何でもいいですよ。なんかないですね。まあまあまあ、来週四季の細道はないですが、 X のプレイヤーの方来ていただければ、前夜祭ということで盛り上がってると思いますので、ぜひぜひ興味のある方はご参加ください。じゃあコメントいただいてますね、先ほどから。X ゲーマーザーさん、コングラチュレーション、サンキューフォースリーム。そうですね、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。で、まあ試合終わったんで、これからは、この試合ですね、11時ぐらいまで、23オークロックぐらいまで、ね、配信は続けますので、とりあえずマイクはこれにて終了としておきます。ありがとうございました。Yeah!
Yeah!
Thank you.
Bye.
Fire! 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 F
Fire!
Thank you.
Higher!